乗プラス3分の x マイナス何 ?1 の何最大値最小値を求めなさい。まあいいでしょう、まずこれいきましょう。困りましたね、今まで2次関数とかをやってきたんですよね。2次関数の最大最小やってるのにいきなり分数になりました。まあ確かに2次にはなってますけど、どうするか検討つきます。作る宇宙だよね、どうする。これはですね、経験がないと無理と思います。これをさっと一発で解けるのは多分ガウスとかそういう人たちだと思いますので、これは知らないと無理です。でどうするかというとですね、これの最大値や最小値を K と呼びます。最大か最小かともこれを値を K を取るという、これ一つ今日初めて数学のルールを学んだかもしれませんが、こうきます、こうきます。でこれがあるかないかでその無理なんです。これがないと無理なんですよね。こういう発想があったらあとは簡単です。はい、こうなります。これからは小学生ですね、別に分母入る。そして kx 次乗マイナス x プラス1プラス 3k イコール0になります。さあここまで来たら OK ですね。うん、こう来たらこれがまあちょっとでもね、ここでもまだきついですね。なんだらこいですよね。これじゃあこのここからもう一段あるんです。もう一段あります。まずこの K と置けるところでも難関クリアして、一応二次方程式まで持ってきたんです。以上でしょう。で実はルールがありまして、あのこれは知らないルールなんですけど、あのこれルールだから仕方ない。虚数ちょっと言い訳がましいんですが、虚数には大小はないんです。虚数というものは大きい小さいっていうのが虚数だからないわけ。かかる虚数に大とか小という概念はない。虚だからないんだからね。非常にこじつけてるんですけど、これが一つあの重大な、また二つ目の今日一つ目、二つ目なんですけど、ないということですね。で、ということはどういうことかというと、最大値は最小値はないんですよ、虚数だったら。要するに、最大、最小はないんです。ということは、最大最小があるというのは、あるのは、実数だけなんです。こうなっちゃうんですね。で、この論理構成をすると、さあこれ2次関数になったから、これが実数を持つ条件を調べればいいんですね。とりあえず実数を取るのにはどうしたらいいのか。実数を取る。要するに2次方程式は虚数を取る時もあるわけですよね。虚数を取る。だからまず実数を取る必要性があるので、まず判別式をします。この x が実数を取る範囲を調べます。そうすると、b 次乗だから、マイナス1の次乗マイナス4、ちょっと待ってくださいね。まあいきますよ。 4ac こうなります。でここで書かないかんじゃね、絶対ね、 k が0じゃないといけない。これ書かないといけないですね。まずこれさっきやったやつですね。これこうじゃないといけないですね。さあこうします。で、K が0の時は、まあ一応 K が0の時も調べましょう。K が0の時はどうなったというと、実際0を代入してみる。まあまあ、K が0の時は、マイナス X プラス1が0だから、X はマイナス1という数字が出てきます。だから、K イコール0はあると思います。実在します。要するに、実際にマイナス1って見えるから、K イコール0となる。で、まあまあ、とりあえずこれはこれでいいです。で、K が0じゃないこうなります。そうすると D は、あ、すいません、これ切れますね。こっちは、K が0の、1、
はい、また計算係お願いしようかな。マイナス30 K 事乗で、マイナス 4K、 あ、危ない 12K 事乗マイナス 4K プラス1は、これ因数ができるんですか、どうですか。実数を持つわけだから一応これ判別式が一応いきますよ、こういう条件がつきますよね、実数から。だからこれマイナスつけます、これこうします、こうなればいいです、こういう計算になります。そしたらできますか、できますね、できましたね、これでいいんじゃないですか、こうでしょ、合ってます、はい、そしたらこうなりました、いいですか。今 D はこうだ、で今実数、これは実数じゃないとダメだ、はい、X は実数じゃないとダメだからということでこうなってきます。そして、これまたいつものパターンで、この不等式を解くのは、まあ、いつものパターンでございます、これ正ですから、5でマイナス2分の1、これ6分の1ということは0以下の部分っていうのは、でこれよく K ですよ、そうすると答えは、この間だということになります。はい、さてここで問題なんですが、実は K というのは最大最小でしたよね、ですよね。そしたら今 K の値はまず一つは0、それとマイナス2分の1から6分の1を取ります、ってことはこれを取ります、ってことは最大値はこれ最小値です、こうなるわけです。だからこの問題かなり難しくて、あまり時間ありませんので言いますけど、イコール K と置くということが分かりました。二次方程式が出てきました。二次方程式が出てくるときにもう最大最小があるのは実数だから、実数を取るときしかダメなんだ、 X が実数を取らないとダメなんだ、 だからそれを、やるためにまず、実数があるところで判別式をしました。で判別式をした結果 K の範囲がこういうふうに出てきました。ところがよく考えてみましょう、 K というのは何か、 K というのは実はこの値の取る範囲なんですね。ということはここで実は最小値がマイナス2分の1で最大値が6分の1というふうに分かる。だから最初の問題から見るとなんかあの不思議だっていつの間にか答えが出てきたみたいなもんですけど、要するに二次方程式が出てきたら実数か実数じゃないかということから初めて判別式をやってみて、そして実数を取る時の範囲がこれだから、あ K の範囲出てきたじゃないですかということで、最大値は、まあ、最大値は次のところからいきますが、最大値 K は X の値を求めないといけないんですけど、まあ、今日はリレーションで K はマイナス2分の1というふうになります。よろしいですね。で0は、まあ、最大にはなりますが、6分の1はでかいしマイナス2分の1は小さいんで、これがもしマイナス30とかなればこれが最小値なんですけど、とかこれが100とかなれば最大値になりますが、一応今のところこういう K の範囲が出てきたんで、あ、最小、最大だと、こういうふうに言います。大変ですね。疑問点あります？まあ今は分かるかもしれませんので。